コマバーゴラ劇場は東京都目黒区にある小劇場。劇団青年団の主催である劇作家、演出家の平田織座が支配人兼芸術監督を務める。大林信彦が大作映画ではなく自分の思うがままに作った映画を自分と同じような感性を持った人たちに見てもらいたい。その映画を自前の劇場で5年でも10年でも気ままに上映して、 後の世代の人に見てもらいたいと1984年に映画館として建設。将来は映画のプロデュースもやって、いい作品は永久にアゴラの中に閉じ込めておきたい、と夢を語った。コケラ落としは大林監督の廃止だった。当初は貸小屋業務として営業していたが、2003年よりこれを停止し、劇場で行われる全公演を、 コマバーゴラ劇場プロデュースとした新システムへと変えた。年に2回、翌年度のラインナップ募集を行い、芸術監督の平田織里とプログラムオフィサーにより年間のプログラムを選定している。2007年より、毎年6から7月に、リオさんを忍ぶ、会主催の岸田リオンアバンギャルドフェスティバルが約10日間開催されている。2013年度には助成金の減額により、 制度全体の維持が難しくなり、一般貸し出しを再開しているが、劇場を通じての若手劇団を支援するシステムは継続している。若手劇団には、青年団の俳優やスタッフが協力する体制も、とっている。踊る、大捜査船シリーズで知られる本校勝行が監督を、務める、青春映画、幕が上がるの一部が、同劇場で撮影された。 郵便番号 6, 1 5 3 0 0 4 1 6十1 1 1 3ありがとうございます。